ということでよろしくお願いします。ダイちゃんくんです。今回から今回は吉田拓郎さんのどうしてこんなに悲しいんだろうのアウトロのねハーモニカについてやっていきたいと思います。やってみよう。ララ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 ラ、ダイちゃんのミュージック TV。 ゆずこ。はい、ということでやっていきたいと思います。僕の動画はこんな感じの流れになっております。まずはじめに曲の紹介、リクエスト者の紹介させていただきます。そして次に使用しているハーモニカのキーの説明。ハーモニカはですね、一つのハーモニカがあったら全部の曲が吹けるわけではなくて、その曲に合ったハーモニカを選択しないといけません。そして3番目に僕がね耳で聞いた雰囲気で作った自作の楽譜をもとに吹く上でのポイントをね説明させていただきます。そして最後にその楽譜をもとに実際に指で追いながらやってみるということで、この4段階でやらせていただいてます。気になるところだけで見たい方はね、タイムスケジュールを概要欄の方に貼ってますので、そこをクリックして飛んでみてください。ということでやっていきたいと思います。この曲はですね、1971年11月20日に発売された吉田拓郎さんのアルバム人間なんてに収録されているアルバムの中の曲なんですね。エリックっていう、まあ、レコード会社でしょうね。エリックから最後のリリースとなるこのアルバムは、プロデューサーを吉田拓郎さん自身が務めたということで、もう長渕剛さんもそうですけども、自分がプロデューサーとなるのがね、本当にもう才能の塊ですよね。作詞作曲プロデューサー、本当にすごいと思いますね。ジャケットの方はですね、当時本人が住んでいた杉並区のアパートの階段でね撮影されたということで、そしてね、拓郎さんはエレック時代のレコードは弱小会社で、スタジオは取れなかったり、自分やバックがミスしたり、アレンジが良くなかったり、内容悪いと話しているという、まあ本人は結構納得されていないのかなと思うんですけど、僕ね結構ゆずさんが好きなんですけど、完璧になられてる今の感じのゆずさんよりも、ちょっとこう手荒でいろんなことを一生懸命がむしゃらに頑張ってる感じの昔のゆずさんのね感じも好きなんですよね。なので多分ファンからしたら、この当時住んでいたアパートの階段で写真を撮るとか、弱小レコード会社でちょっと音が悪いけどスタジオ取れなかったりして一生懸命撮ったっていう、これがねまたこう価値を生むというか、まあ、本人はちょっと完璧主義なところがあるとしたら受け入れられないのかもしれませんけど、もうファンからしたら逆にそれがねレアという感じだと思いますね。まあそんなことを言いながらもね、吉田拓郎さんをもう不動のものにしたフォークそのものの代表的なアルバムということで、この人間なんて、まあ、これはねまだ1976年のアルバム、明日に向かって走れにリメイクバージョンが入っているということで、僕ねちょっと今回投稿させてもらった方がどちらのバージョンかわからないんですけど、参考にさせてもらった音源はね、吉田拓郎さんの公式ホームページの方の音源を使用させていただきまして、それを一生懸命耳で聞いてね数字に落とし込みましたので、一応ねその動画はまた概要欄の方のね URL をね貼っておきますのでね、参考にしてみてください。ということでですね、こんな感じでですね、どうしてこんなに悲しいんだろうがね、アルバムの曲かシングルの曲か何の曲か分かってないようなこんなやつがね、なんでこの楽曲をやらせていただいてるのかと言いますと、リクエストをいただいてまして、こちらドトンさんと1年後に変わる女さんからリクエストいただきます。2人の方リクエストコメントありがとうございます。コメントの方がですね、ドトンさんの方が第1号嬉しいです。これ本当に、ね、多分今年に入って初めてのねコメントになったんだと思うんですよね。第1号嬉しいですということで、今年も大ちゃんがさんの動画で勉強してハーモニカ頑張ります。吉田拓郎さんのどうしてこんなに悲しいんだろうの前奏感想構想をリクエストしたいです。前奏だけでも構いません、よろしくお願いしますということで、一応これね URL 貼っていただいたんですけど、こちらじゃないところを参考にしちゃいましたね。ということで今回は、ね、構想だけなんですよね。まあ、ちょっとこの動画もね見てできそうであればまたやらせていただきたいと思います。結構ねこれ本当にライブ音源みたいな、ちょっとね音がこう割れて聞き取りにくいだったと思うんですよね。でもう一方が1年後に変わる女ということで、1年前の投稿なので1年後なので、今頃ね多分きっと変わられてると思うんですけども、今年古希を迎えました、久しぶりに過去数十年ぶりにギターを弾いています、いいですね。現在昔懐かしい吉田拓郎氏のどうしてこんなに悲しいんだろうを練習しています。そこで前奏や間奏、そして後奏のところでギターを弾きながらブルーズハープを演奏できたらどんなに音楽を楽しめるだろうと思っていますということで、やっぱ前奏と後奏にもハーモニカあるんですね。まあ今回ちょっとアウトロだけでやらせていただいてますけど、そこで大ちゃんさんにご教授いただけたら大変嬉しいです。ブルースハープは全くの初心者です、よろしくお願いしますということで、1年後のコメントなのでね本当に申し訳ないんですけどね、今頃きっと独学でやられてるか、いろんな方のねハーモニカをやられてるか、もしくはやめてしまっていたら、この動画をきっかけにねもう一度始めていただきたいと思いますね。ということでね、お二人のリクエストありましたのでやっていきたいと思います。使用しているハーモニカのキーの説明をしていきたいと思います。この楽曲はですね、オリジナルキーはねこういうふうにカポ2で C から始まります。U フレットさんとかはねカポなしでやったりしてたんですけど、まあ、カポなしバージョンもねどっちでもいいと思いますけど、簡単なコードがカポ2で C ですね。まあ、ここはですねカポ2で C というのがパワーコードはここなんですよね。でこのパワーコードの位置がですね、カポを外すと D なので、オリジナルキーが D ということで、使用しているハーモニカはこちら
D のハーモニカを使用しております。 D ね、 D のハーモニカはですね、使用頻度は僕の経験上では多いです。僕の動画でね、一番伸びている動画の青いベンチもね、 D のハーモニカでできますし、ザ・トラブルさんのハーモニカもね、多分 D だったと思います。 D のハーモニカほんまね、買って間違いないと思います。 A と C と D、 この3つはね、本当にやってみたいなという方はね、ぜひ購入を検討してみてください。まあ、吉田拓郎さんの曲はね、こんな感じでね、吉田拓郎さんの他の動画もたくさんありますので、ぜひね、こちらの動画もご覧ください。それではね、ハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。はい、それではハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。これが吉田拓郎さんのどうしてこんなに悲しいんだろうのアウトロン部分のハーモニカの進行コードのすべてになります。あくまでね、これは僕が耳で聞いた雰囲気で作っておりますので、その辺はご了承ください。黒い数字が吹く音、そして赤い数字が吸う音になります。この緑の矢印はベントと言います。ベントはね、吸う音に限って半音下げること、しゃくる感じですね。しゃくる感じのことをベントと言うんですが、ベントはね、また違う動画の方でやらせていただいてます。そちらをご覧ください。この紫色のアルファベットはギターの進行コードです。ハーモニカとね、ギターが変わる位置、こういう風に合わせてね、記載しております。活用してみてください。吹く上でのポイントはですね、3つほどあります。3つほど、1つ目がですね、長いので雰囲気に任せて吹くですね。原曲の CD にはハーモニカが付いてなかったように、ライブバージョンでもね、こうライブそれぞれでハーモニカが付いたり付かなかったりするんですよね。ハーモニカが付いてるけど、いろんな演奏方法でちょっと変わったりしてます。なのでね、吉田拓郎さん自身も正確な数字で落とし込んでハーモニカの演奏をしてるわけじゃないと思うんですよね。雰囲気で吹いてる感じがあります。もうこれが本当に吉田拓郎さん好きな方からしたらね、これ違うんじゃないかみたいな感じになると思うんですよね、この数字がね。だけどまあ、この数字を基盤にご自身でちょっとアレンジ加えながら、もうライブのね、雰囲気、これ結構長いですからね、ライブの雰囲気に任せて演奏してもらったらいいと思います。で、2つ目のポイントがですね、6のベントに気をつけるですね。吸う音はね、結構たくさんあるんですけども、この6のベントですね、もうほぼ6のベントばっかり、これ見てもらったら分かるんですけどね。なので6のベントを意識して練習するですね。ベントの練習の仕方はですね、まだ別の動画がありますので、そちらの動画もご覧ください。そして3つ目のポイントがですね、高音を意識して吹くですね。まあ、大体ハーモニカはですね、真ん中の方、4とか5とか6を基盤に吹くことが多いんですけども、今回こういう風にね、8がここ2箇所出てきます。8になると結構高音なので吹きにくいことがあるんですよね。まあ、ハーモニカはですね、真ん中の音を基準に左右に行けば行くほど吹きにくかったりするので、この8は結構右寄りの音なんですよね。右寄りの音なので出しにくいんですけども、まあ、単音をきれいに出す方法としてね、こちらの動画もありますので、ぜひね、こちらの動画もご覧ください。以上の3点をまとめますと、1つ目がですね、長いので曲の雰囲気に任せて演奏する。そして2つ目がですね、6の弁当を意識して練習する。そして3つ目がですね、高音を意識して練習するですね。以上の3点を押さえながら、実際に指で追いながらやっていきましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで僕のチャンネルではゆずさんの曲を中心にハーモニカの動画を投稿したり、弾き語りの動画を投稿しておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。それでは。